カヤホガ軍はアメリカ合衆国オハイオ州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は128万122人であり、2000年の139万3978人から8.2%減少した。オハイオ州では最も人口の多い軍である。軍庁所在地はクリーブランド市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 カヤホガ軍は8の軍で構成される、クリーブランド大都市圏の中核軍である。また13軍が入る北東オーハイオーにも入っている。軍名は、アルゴンキン語族に属する、イロコイ族の言葉で、曲がりくねった川を意味する、カヤホガから取られた。この言葉は軍内を2分するカヤホガ側にも、当てられている。第20代アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・ガーフィールドは、 軍内のオレンジ軍区で生まれた。カヤホガ軍は1807年6月7日に組織化された。当初の領域は今より広かったが、後にレイク軍とヒューロン軍が創設されて小さくなった。1874年のカヤホガ軍ズアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1245.59平方マイルであり、このうち、 陸地457.19平方マイル、水域は788.40平方マイルで、水域率は63.30%である。軍南東部にはクヤホガバレー国立公園の一部が入っている。人口ピラミッド以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。カヤホガ軍は昔から3人の理事による軍政理事会が率いてきた。 しかし2009年11月3日、住民投票でこの3人の理事に代わり、1人の軍、執行役と11人の委員からなる、軍政委員会とするチャーター方式の軍政府を採用した。軍政委員は11人の選挙区から1人ずつ選ばれる。全軍選挙区はない。オハイオ州内で他にチャーター形式を採用しているのはサミット軍のみである。 2010年11月2日の選挙で、レイクウッド市長、エド・フィッツ・ジェラルドが、マット・ドーランを破り初代軍執行役になった。初代軍政委員も選出され、民主党8人対共和党3人という構成になった。カヤホガ軍は民主党の有権者登録数がかなり多い。カヤホガ軍図、カヤホガ軍は21の軍区に分かれていたが、都市化が進行したので、残っているのは、 下記二つの軍区のみである。軍内にはクリーブランドメトロパークス体系がある。総面積2万千エーカー以上になる16の保護地には緑地やレクリエーション用の施設がある。軍内にはクヤホガバレー国立公園の一部が入っており、南のサミット群にも伸びている。ありがとうございます。